マイケル・ウィリアム・モーリンは、アメリカ合衆国ミネソタ州、アノーカ軍アンドーバー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。メディアによっては、モーリンと表記されることもある。2009年の MLB ドラフト40巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名されたが、ノースカロライナ大学チャペルヒル校へ進学した。2012年の MLB ドラフト13順目で、 ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オレム・オールズで、プロデビュー。24試合に登板して2勝2敗4セーブ、防御率4.93、29奪三振を記録した。2013年は、A 級インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーし、30試合に、登板して3勝1敗13セーブ、防御率1.85。 43奪三振を記録した。6月に AQ アーカンソートラベラーズへ昇格。26試合に登板して0勝2敗10セーブ、防御率2.03、33奪三振を記録した。2014年は開幕を AQ アーカンソで迎え、5試合に登板。1勝0敗3セーブ、防御率0.00と高騰し、4月16日に、 トリプル A 級ソルトレイクビーズへ昇格。4試合に登板して0勝1敗にセーブ、防御率12.00、5奪三振を記録した。4月27日にエンゼルスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、30日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。9回裏から登板し、1回を1アンダム失点に抑えた。以後、リリーフ陣の一角に着し、 メジャー1年目から60試合に投げた。成績も良く、勝敗は4勝4敗でタイだったが、防御率2.90、ホイップ1.19という内容だった。2015年は47試合3513回を投げた。吉久球を9個に止めた一方、投球回を上回る41奪三振を記録したが、防御率は6.00を超えるなど、 良い面と悪い面が共存したシーズンを送った。2016年は、登板機会がやや増加し、2年ぶりに60試合に登板した。防御率4.372勝2敗、ホイップ1.20という成績を残し、数字的に多少持ち直した。2017年9月5日に、リーフとなった。2017年9月12日に、ウェーバー工事を経て、 ロイヤルズへ移籍した。この年メジャーでは、移籍前を含めて2球団合計で16試合に、登板して、防御率7.20、16奪三振を記録した。2017年12月8日に、ウェーバー工事を経て、シアトルマリナーズへ移籍した。3月14日に40人枠から外れ、トリプル A 級タコマレーニアーズに降格した。シーズンでは、開幕から、 トリプル A 級タコまでプレイし、6月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月14日にディーフとなり、16日にマイナー契約でトリプル A 級タコマで配属された。7月13日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、1試合登板しただけで20日にマイナー契約でトリプル A 級タコマで配属された。 レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年12月20日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年の開幕は参加のトリプル a 級ロチェスターレッドウィングスで迎え、5月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 7月16日にディーフとなった。2019年7月20日に金銭トレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。オフの11月4日に FA となった。2020年1月31日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 一試合も登板がないまま7月26日にディーフとなった。2020年7月28日にウェーバー工事を経てマイアミマーリンズへ移籍した。オフの10月29日にマイナー契約となった後、同日中に FA となった。ありがとうございます。